よ。やった、ほんとに。どっから売ってんだよ、ほんとに。違うんだって、もうチート率なことは分かってた。ただ、炎蔵探求をチーマン探求することなんてないでしょって、もう決めつけちゃったんだよね。うん。あったんだよ。それが良くなかった。あったんだよ。それが良くなかった。たまには外から当たったんだろ。いやいや、違う、ほんとに。どっから売ってんだよ、ほんとに。絶対当たらないと思ってたから。いやまあチートリだからね、うん、チートリなのはもう誰の目に見ても明らかで、うん、あの誰かならチートリと気づかないかもなみたいな川ですらなかったから、うんうん、全員がチートリ、全員がもう絶対チートリのリーチって分かる川だったから、さすがにこんなことはないでしょってやっちゃったんだよね。危ないよ、試してみたくなっちゃった。もう危ないよ。試すことがあってあの自敗やったけど、あれ2キレとかだったで、松が酷使があるかどうかだけだったの、俺の中で。で、松のテンション次第では、全然もうチートイなんだから、全然押し返していけるなと思ってたら、いや絶好の現像待機が宣言入だったからね。だから、あ、じゃあ結構切れる範囲多いじゃんと思って、まあ G1、はい、G1 なんて当たるわけないよ。ローですね。ローもらうな。いやマジでトップラッシュされるかと思って、あれはずに。いや、魂のウッパーワンプッシュがね。魂って言ってもあれ絶対争点だからね。さすがにね、うん、タイミングがね、うん、でもそう思ってもやっぱ職員だったら怖いって言ってもまあそんなの、うん、いやだからそれこそチーマンと一緒だから、もう自分の読みを信じてそれもやられてるこんなのが争点のやんめん天敗じゃないことはありえないと思ってるから、ね、あれは持っている面ピン赤赤ドラだったから、ピンク赤赤ドラだったから、そう、ロキワン積もれてよかった本当に。ロキワン最後とどめさせてったね。いやでも本当にチーマンの余計な報酬したと思って本当に悔やんでたから大反省。打った後笑ってましたもん。いやだって笑った笑った。本当によ。涙流すとどうだろう。笑ったもん。シマの急走が怖いと思って。出てきたかみたいなね。いやでも2位になったの珍しい表情してた。いやでもボックスみたいな手から打ってるからボックスに思ってないから恥ずかしいよ、あの補充したら。いやでもよく2位になった、よかった。いや本当に6戦より1戦が効いた。あデビュー戦の関数機打って関数機